うらっしゃー、ふぉ、ヘッドショット気持ちいい。おい、これさ、アーク、ラプトル編じゃなくて、アーク筋肉編になりつつあるぞ、これ。はい、では、聞いてよ、ゲームゲームクソ。アーク、ラプトル編、やっていきたいと思います。今日から、新しくシリーズを始めていきたいと思います。ラプトルだけをテイムするっていう縛りで、アイランドのボス、まあ、ラスボスまでは無理なんだけど、ゴリラとか、クモを倒していきたいと思います。むしろ、この、ラプトル編を始めるにあたって私は言いたい。もうさ、みんなさ、ギガとかさ、レックスに、左右される人生、良くない？もうさ、ラプトルで良くない？やばいおー、あっ、あれの、赤いのおります。おかしい、もうダメだ、この土地はもう捨てよう。左にはアルファカールの、右にはスピノ、終わったぜ、これ。怖い、こんなとこやってられるか。悩ましいよな、どこまで足を伸ばすかだよな。とりあえずさ、拠点を作りたいよな。私が今回唯一取るサドル、ラプトル。オッケー、これでオッケーですよ。しわ、明るくなってきたよ。とりあえず少しだけさ、前進してみようか。向こうの様子を少しバカし伺ってみましょうか。一応寝袋は1個置いてあるから、やらねば。はい、甘い。貴様のそのファンネル、私はニュータイプの勘でよけれる。はい、いやー、オールドタイプは旧作でもお前運転しとけよ。あっはしわ、あ、朝日やばい、美しい。おい、クソネストども、お前ら舐めたらあかんぞ、お前。こっち取る、お前。力イズパワー舐めんなよ、お前、この野郎。俺ら、お前、殺したんぞ、お前。ボケ悪っかす、お前。お前、何、お前、許したんぞ、ボケ。しゃ、おら。ついついちょっと、口が悪くなってしまいましたわ。あ、ごめん。わー、ここいいよな。俺、ここ好きなんだよな。は？お前、舐めてんのか、てめえ。てめえ、この野郎。やってやんぞ、てめえ、やってやんぞ。こいつなんか、ぬすっとした上にさ、なんか、てめえ、ぶっ殺してやる、てめえ、この野郎。俺、てめえ、またこの野郎。てめえ。うらっしゃ、うらぁ、おいしょ、うらぁ、ふぅ、おい、盗っ人には制裁を。しゃぁ。何盗んだの？ああ。ファイバー1個で殺される人生か。なんてせちがらいんや、お前。どんまい。あ、メレあげよう。しゃぁ。これでメレ 120% だ。いいね。え？パキキファル108が死んでるんだけど。おい、ちょっと不穏だな、ここ。これあれか、さっきのアルファカルノか。水触りに行けねえわ、こっちサイド。うっそ、ゲッゲ。詳しくは皆さん、このスバ見てください。僕にも、アクアみたいな人は出る。いや、いらねえな、あいつ。あいついらねえな。え、ちょ、待って。ラプトル縛りで、今回ね、私ね、始めたんですよ。いつもだったら、うざいぐらいにいるラプトル、おりません。一匹も、スポーンしてません。どういうこと？あー、なるほど。ただ、こっち側に一回拠点を構えるか。あのブロントさんがとりあえず守ってくれるやろ。アベレーション編ではロールラットとステゴさんが守ってくれたから、アイランド編では、あいつに、ブロントさんに守ってもらおう。そしたらさ、このさ、海岸際にさ、ちょっと作ろうよ、拠点。はい、ついに、我が家、一歩目、踏み出しました。おぉ、来たぜ。いい感じ。俺、一マスのこと、信じてっから。みんなが思ってる以上に俺、市松のこと、信じてっから。あ、ねえ、ここら辺絶対ラプトルいるよね。てかさ、俺も普通にさ、なんかラプトルはさ、どこにでもさ、初期イージーエリアにいると思ってたんだけど、マジいねえよね。どういうこと？本当に。ここまで来ると本当嫌がらせですよ、アークの。ちょっと厳しすぎない？俺の物欲センサーに対して。ああ！ふざけんなよ、お前！今、お前、バリオニクスがスポーンしました、皆さん。お前、ふざけんなって、今見た？ああ、もう戻れなくなった、家に。あ、どうしよう。出てこないで、お前、足早いんだから。もう、やばい、なんか、堂々戦っとるって。うち、マジ無理、そういうの。一大事やぞ。逆にさ、俺さ、ああいうさ、カルノとか、バリオとか、普通にさ、いなくて探してたんだけど、前やってた時。スポーン比率変わった？俺がやってない数年間の間に。そしたら、一マストラップここに作って、あいつを迎撃するわ。うっそ、ゲッゲッ。あ、やばい。あ、やばい。あ、ちょっと待って！何そのハマり方！え、見た今のハマり方。あ、ちょっと待って！何そのハマり方！どうしよう。じゃ、ワンチャン。え、ちょっと待って、ブロントに俺殺されたぞ今。どういうこと？あ、来た。逃げろー！あ、やばい！やってしまった！
このまま来て、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 お願いします、このまま来てください。すいません、ちょっとスロープは勘弁してやってください。スロープもまだ行きたいって言ってるんです。スロープを勘弁してやってください。すいません、ちょっとお願いします、お願いします、勘弁してください、お願いします、お願いします、お願いします。ショルルー、おい、はぁ、バリオニックスとかに負けるザコおるよ。はい、ザコ、おい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 、バリオなよ、お前そのくちばし、顎長いんちゃいますか、しゃくれ腐れてんのけ、ボケ悪い、お前本当によ。あ、余裕だったわ。あ、すいません、すいません、ちょ、違うんすよ、違うんすよ、違うんすよ、ブロントさんは違うんすよ。ガッチ危なかった、意外に足が速くてびっくりした。いやー、でも皆さんこれで分かったでしょ、バリオニクスも筋力があればぶち殺せます。パワーイズパワーイズマッソル。以上です、私が言いたいことは。そげっき。おい、ふざけんな、あそこのスピノ、なんでこっち側に来てんの。俺、あ、お前がいるからさ、こっち側に逃げてきたのに。スピノサウルスなんてさ、全然スポーンせんのにさ、アイランドでスピノなんてマジで全然スポーンせんからね。なのになんであんないるの、ふざけてない、ちょっと。私は異議申し立てをしたい。どうなってるのこれ、おかしいよね。せちがらい世の中ですわ、ほんと。そろそろちょっと、あれだね、石の1マストラップ持って、赤オベリスクの方向に行ってさ、ラプトル見つけてさ、ゲットしたいよね。同じ条件で10分前にプレイし始めるラプトル4匹います。おい、ふざけんな、俺のサーバー、どういうことだ。なんで俺のサーバーだけいねえんだよ。てかさ、俺のサーバーってか、俺もいつもはいるけどね。おかしいよ、これ。この出なさ加減。え、なに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 、熱いってなってるよ。ちょ、ギリ作ろう。さっきそこら辺に、ユキポリマいたよね。あ、いたいた、ユキポリマ。これ、ユキポリマだよね。あ、いた、いた、え、そういう感じ、そういう感じ、ユキポリマ攻撃的じゃん。え、ユキポリマって攻撃的だっけ。150。あ、8個だ。8個だ、少ないなぁ。ギリってそもそも作れんの。あー、まだ作れん。33。しまった、無駄な殺生やったわ、これ。素材の名前で。なんかあんまり興味のない生物は名前覚えれません。え、メガルドンって淡水いけるん。あのさ、え、お前、マジ言ってんの、俺、向こうの大陸渡れんなったぞ。あの、なんか、よくわからないんですが、環境が厳しいです。なんでさ、メガロドンこんなとこまで上がってきてんの。多分さ、内陸部行ったらいるよね、こっから。いないとマジさ困るんだけど。物語が始まらない件について。オッケー、よし、それではついにラプトルを探しに行きたいと思います。ちなみに今8時58分です。夜のラプトル探しになってます。あ、いいね、この川。さ、向こう入ったら結構さ、リスク高いよな。ちょっと視野が広げてる草原でちょっとどうにかさ、少しちょっとどうにかならんかなって感じするよね。あのさ、ラプトルがさ、おらんのやけど。うん。あれ？ラプトルって、なんか雪山とかだっけ？わあ！うわ！トロードンだ！最悪！トロードンは聞いてない！トロードンは聞いてない！しかもメイトついとるやんけ！あかん、トロードンは聞いてないって。あー、トロードンはないよ、トロードンは聞いてないよ。ワンチャン回収だけして逃げれんかな。あー、カメとかとなんか、あれだな、戦わせたいな。その間に逃げたいな。トロードンしかもさ、メイトかかってたからさ、きちいよね。うわー、うろうろしてる、俺の死体のとこ。わかった、海岸際にもうさ、海岸際にさ、もう行って海に落とそうぜ。俺も一緒に海落ちるからさ。ほら、こっちこっちこっち、これしかない、もうこれ。ほら、さあ来い、お前ら。トロードン来た、トロードン来た。うわあ。これ来たやろ、これ。これで大丈夫じゃない。はい、僕がこのためにベッド2つ置いてました。うわあ、これで多分いけんじゃない。多分いけそうじゃない。トロードン下に落ちちゃったからさ。あった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 、なんかトロードン弾を取ったぞ。知らんけど、ひとー、オッケー。はい、現状回復しました。ありがとうございます。ね、ほんとだよね。こんなにさ、ラプトルいないことある？逆に。俺も驚いてるんだけど。さすがにさ、俺数年ぶりとは言ったけども、ラプトルがたくさんいたぐらい知ってるよ。なんならさ、一番初めにスポーンしたあの、イージーなとこにさ、普通にさ、ちょいちょい出てくるからさ、なんか逃げてるよ、向こう。パラさんが。パラさんが逃げてる。あ、いた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 。オッケー、あそこにトラップあるから、そこのトラップにさ、持ってこうよ。多分スタミナマックスだったらいけそうな気がする。ついに来た。あ、
あー、なるほどね。あー、なるほど。あー、なるほどね。あー、まあそうなるよね。うん、今の防御力のステゴさんとやったらそうなるよね。まあね、うん。とりあえず川崎もらっとこうぜ。そう、エラクトルおったけども、ヘリジノもいるし、君らね、あの強弱がね下手くそなんよ。急に3匹プラステリジノって、お前。うわうわ、やばい。いやー、これ参ったね。これちょっと一回作戦会議だぞこれ。